石橋楽器の白井です。この動画では2023年春に発売されたマーティン D28 サテンを紹介いたしましょう。アコースティックギターの名機中の名機 D28 スタンダードをその名の通りサテン仕上げにしたものです。はじめにマーティン D28 について簡単にご説明いたしましょう。ピックアップはもちろん PA すらない戦前、ステージでしっかりと音が出せるギターが必要でした。そこに登場したのがこの D28 です。しかも演奏スタイル、ジャンルを問わずオールマイティに使えるギターです。フォークとロックが融合した60年代以降、より一層その強みを発揮しました。ライバルや後発のメーカーが指標にしたギターです。アコースティックギターの世界標準的存在となっているのです。さて、今回そんな D28 のスタンダードモデルにサテン仕上げのバリエーションが登場いたしました。その名もズバリ D28 サテンです。それではここで旧来からのグロス仕上げの D28 と新しいサテン仕上げの D28 を比較してみましょう。まず D28 といえば、カントリー&ウェスタンブルーグラス、フラットピッキングで弾いてみましょう。グロス仕上げの D28 です。This is D28 というサウンドですね。次にサテン仕上げの方で弾いてみましょう。次に、フィンガースタイルで弾いてみましょう。次にコードのカッティングです。かつてはサテン仕上げのギターというと安価な製品のイメージがありましたが、昨今ではこのように高級品でもサテン仕上げが採用されています。磨き出しの工程を省くことで生産コストを落とせるメリットもありますが、ヴィンテージギターにも通ずる落ち着いた質感、そして薄い塗膜ならではの豊かな鳴りが魅力です。いかがでしたでしょうか。サテン仕上げの方が音の広がりを感じさせてくれました。グロス仕上げの方は音のまとまりがあります。聴感上の音量はサテン仕上げの方が、少し上かなという印象です。グロス仕上げ、サテン仕上げ、音の優劣はつけられません。どちらもおすすめです。鳴り方、ルックスのお好みでお選びくださいませ。